あります。水面からすくい上げても嫌がるそぶりも見せず、手から直接餌を食べ続けます。愛知県春日井市の養殖業者がペット用にしようと育てた鯉です。景気悪化の影響などで年々減る傾向にあります。高橋さんは鯉を観賞用としてではなく、ペットとして売り出すことで販売先を拡大できないか考えています。はい、おいで。おいで。おいおいおい。はい、持ってるよ。一匹ずつね、鯉だと性格があるんですよね。手で持ってピョーンと投げたりしても、本当に遊んでもらっとるみたいに嬉しそうにこうバーって寄ってくるんですよね。こういうのは嬉しいんじゃないですかね。なんかこう人間とこう遊んでもらってるっていう感覚。